皆さんこんにちは。包んで開いての監督をしました広瀬菜々子です。ジャパンカッツは、去年、夜明けという作品で初めて参加させていただいて今回2度目になります。包んで開いては、想定家の菊池信義さんを3年間追ったドキュメンタリーです。菊池さんは、一切パソコンを使いません。全部、手で、作業をされています。コロナの影響でますますオンライン化や電子化が進んでいますけど、そういう時代だからこそ五感を刺激する紙の本の魅力をぜひたっぷり堪能していただければと思っています。来年以降また作品を携えて直接ニューヨークで皆様とお会いできます。